今回は中部地方の学習です。さあ、この地図だと中部地方は何色の部分でしょう？そう、ここが中部地方ですね。では、中部地方の地形について見ていきましょう。中部地方の中央には3000メートル級の山が連なっており、特に飛騨山脈、木曽山脈、赤石山脈はヨーロッパのアルプス山脈に例えて日本アルプスと呼ばれています。この日本アルプスの写真を見ると高くて険しいのがよくわかりますよね。日本アルプスからは信濃川など多くの川が流れ出しています。その川によって作られた盆地や平野に人々や産業が集まっているんです。例えば、山梨県の甲府盆地、長野県の松本盆地、そして愛知県の濃尾平野や新潟県の越後平野などが有名です。次は中部地方の気候について見ていきましょう。中部地方は3つの地域に分けることができます。日本海側の北陸、内陸で標高の高い中央高地、そして太平洋側の東海です。まずは北陸の気候から。北陸は冬に北西から吹く湿った季節風の影響で雪が多く、世界でも有数の豪雪地帯となってます。雨温図を見ても冬の降水量が多いことがわかりますよね。次に中央高地。ここは1年を通して降水量が少なく標高も高いので冬の寒さが厳しくなります。この雨温図の冬の気温に注目してみましょう。1月の平均気温は0度よりも下ですね。また夏は涼しい地域もあるのが特徴です。最後は太平洋に面した東海の気候。この地域は夏の季節風の影響を受けるので夏の降水量が多くなっています。雨温図からも夏の降水量が多いことが読み取れますよね。また冬でも比較的暖かいのも特徴です。さあ、このような地形や気候の特色を理解した上で、中部地方は一体どんな地方なのか調べていきましょう。